24個あるな。一回交換してくるか。今でも星の降る丘までよく散歩するんです。昔は星がいっぱい見えてとても綺麗だったんですよ。今ではすっかり星も見えなくなった寂しいものです。もうでもだいぶ戻ってきたんじゃないの、星も。よし、一回占ってみる。ああ、よく来ましたね、マリオ。私は美しき占い師ミステルと申す者。あなたが求める探し物を華麗に占い見つけることが私の高貴な務め。きらめく星の輝きはそのもののありかを照らすでしょう。さあ、占って差し上げましょうか。じゃあ、バッチで。はあ。アンジョネコンダクサーハンジャーナーコマンダーのさーピッケビピッピーピッケビピッピーピッピーのピー。あー星を探し物を見せたまえ。見えるかな、バッチ。フラワーフエルのバッチが見えます。迷いの森の奥深く、笑う岩の前を入る。森の中には赤いハテナブロックがサナダを待っているでしょう。え、フラワーフエール。笑う岩。迷いの森取ってないんじゃない？これ。取った気がしたけどな。はい。24個か。じゃあハート出ると HP 見える。あ、ビリビリに欲しいな。あ、 HP 見えるにしよう。迷いの森取ってなかったか。意外。マリオさん、僕大きくなったら探偵さんになろうかな。ママが読んでる小説にとってもかっこいいメンターデが出てくるんだよ。僕ワンダーフーに大活躍したいんだよ。今ワンダークッキーを役にチャレンジしてるの。大切なあの人にあげるの。材料はお菓子のもと、もう一つは秘密。これで彼氏をしびれさせちゃうわ。頑張って救えなきゃ。何か探し物があるなら行ってきました。そこの土管の中の奥の方に宝物が隠されているという噂があるんです。どんな宝物なんでしょう。とても気になりますね。あのブーツでした。マリオさん、土管に入るのがとっても上手ですね。はい、フラワーランドにやってきたオズモンという悪いやつをやっつけたのでありますか。私のふるさとフラワーランドを守っていただいて感謝するのであります。アイテムが必要な時にお店に近くが限らないでしょ。はい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 、これも読んだことありますね。持ち物、キタピオさんと、あ、リップさんへの手紙は渡せるやないか。ちょっとこの辺の話聞いていくか。推理小説って読んだことある？寒い寒い村にすっごく面白い推理小説を書く人がいるんだってさ。でもどうせならもっと楽しいお話を書けばいいのにね。マリオさんね、冒険みたいなワクワクするお話をさ。ファンタジーとな、ミステリーは違うからな、ジャンルは。すごい冒険をいっぱいしてるんですね。僕もマリオさんみたいな強さと勇気を持つさ、すごい冒険をしてみたいです。煙を上げて走る汽車のポーっていう音を聞くとなぜか胸がワクワクします。どこか遠くの街にも僕みたいに汽車を好きな人がいるといいな。
やん。魔法使いのデアールさんに会ったことあります？己を磨くには何をしたらいいのか占ってもらいに行ったんですけどね。その時の後ミスセールさんがデアールさんの家に来てたんですよ。ラッキーっていうかなんというかドキドキしちゃいましたよ。こんにちはって挨拶されちゃいました。てへ。己を磨くのあれは結果は何だったんだろう。あなたはリップさんですね。私バレたと言います。おい手紙。私に何？コボックさん？コボックさんって誰かしら。綺麗なお花を咲かしてくれてありがとう。キャー俺の手紙だわ。ぜひフラワーランドに遊びに来てほしいって書いてあるの。わあ、私とっても嬉しいわ。でもコボックさんってどうして私のこと知ってるの？あ、ごめんなさい、手紙を届けてくれたお礼よ。これどうぞ。あれどうやって字書いたんだろうなあいつ。ちょっと迷いの森行ってくるか。怖い小説が人気あるそうです。ちょっとだけ読みましたが、スリルとサスペンスのおかげで一人でここにいるのが怖くなっちゃったんですよ。じっと静かに耳を澄ますと星たちの声が聞こえませんか？星たちも私たちの声を遠くで聞いてるんでしょうね。私たちのいろんな願いを聞いてるんでしょうね。早く星の星たちが星の国に行かれるといいですよね。自分の場所が一番ですよ。そうだな。あれどこだ？ミスセル何でしたっけ？あった。笑う岩。なるほどね、こいつか。わははは。これは見逃すわ。不思議そうって何の記憶なんだろう。次にあっち行ってみっか。はい、なんでしょう。ピューピューヒルに住んでいるおなじみのテレサから小包をもらってきてほしいんじゃ。テレサはみんな同じ顔に見えるからちょっと分かりにくいかな。わしとクリジーとセバスチャンが昔旅をしておった時に知り合ったテレサなんじゃ。そいつから手紙をもらったんじゃ。わしに荷物があると、わしへの荷物があると書いてあったぞい。一刻も早く行ってきておくれ、頼むぞ。やっぱりセバスチャンとクリジーってあとノコジロウって旅をした仲間なんだね。あ、ここあるぞ。ついでにドカボンジを探してくる。いや、マリオさん、今日も元気そうですね。顔色を持ったおじろくしないと立派なわけに会えないですよ。これ私なんか努力の甲斐ってこんなに真っ青です。
え、青白くないですか？そうかな？茶色いな、どっちかっていうと。いたずら好きなやつは、もうマリアさんにもいたずらしました？やっぱり一度くらいいたずらされて、ビビビキリに来た甲斐がないですよ。おやご苦労様、ノクロジオさんからのお使いなんですね。あらあら、大変急がなきゃ。ドイツの水産なんてどうしようかな。探さなきゃすぐにはわかんないよ。あの、少し待っててくださいます。急いで探しますが、その辺りでもブラブラしてください。しょうがねえな。血のせいで私たちお化けの音がちゃんと聞いてくれるんでしょうか。そうだといいな。マリアさん、マリアさん。うわぁ。あー、またやられた。あいつこと人を驚かせるのが上手いお化けありませんよ。あの、あられ方なんて、ほんと息が止まりそうなくらいびっくりしますもんね。いや、私はお化けなんで、息はもともとしてないんですけどね。してないんだ。さーて、どんなことしてやろう。誰を驚かせてやろうかな。びっくりして振り返る人の顔をたくさん見たい。それが僕たちの願いです。だからお化けに驚かされたら精一杯驚いてやってくださいね。ああ、かわいいビクトリア、そうそう、姿を見せておくれ。君がそばにいるのかいないのか不安になってきたんだよ。存在が怪しくなってきた。かわいいビクトリアね、みんな夢中になってます。でも彼女には心に決めた相手がいるって噂になってるんですよ。ああ、こういった切ないですね。叶わない願いの悲しさ。最近この辺りに迷い込んでくれる人が少なくて、せっかく練習した驚かす方も試すことができません。大げさなくらい驚いてくれる人が迷い込んでくれるように欲しい願い事をしてみようかな。愛しのビクトリアは無事に戻ってきました。憧れの彼女がどこまで食べられてきて絶望的な気分でしたが、またこうして彼女のそばに、え、見えないですか、母はお化けですからね。ようやく決心がついて気づいたんです。愛しいビクトリアにこの気持ちを打ち明けようって。でもどうやって伝えればいいのか。まずはこの気持ちをプレゼントに託そうと思っていろいろ考えたんです。熱い気持ちを伝えるファイヤーフラワーを君にとか、このビリビリキノコで僕も君を僕に痺れてくれとか。あー、ちょっとも決められない。どっちがいいと思いますか。あらんな、これは。ビリビリキノコかな。ありがとうございます。早速用意しなきゃ。ちょっと嬉しそう。私はお化けのハイリヒです。立派な名前でしょ。おばあ様がつけてくれたんです。うちのご先祖は代々後ろに住み着いていた立派なお化けばかりでして、私も一切残るような立派な怖いお化けになりたいです。お化けって何？え、お化けから家系、なんか出るの？始まりはお化けなの？元は何か違う生き物でお化けになったとかではなくて、最初からお化けなのかな。非常に気になるところではあるけれど、いやー、やっつけで楽だね。これ編集しなくていいからね。戦闘を編集するのがなかなかめんどくさいんだよね、やっぱり。ドカボン城。お、元に戻ってる。治るんだ。ドカボンがぶっ壊したところ。クルリンサーチのあれないね。テロ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 ン。敵もいないや。まあ何もなかったらあれかな。こっから早送りしようかな。何もなかったら次のここ降りてからにしよっか。見事に何もなかったな。帰ってきた。どう？おかげでうまく、おい、マジかよ。プロポーズ受けてもらえたんです。エサレサお嬢さんが元になったら僕ら結婚するんです。そういうことなので、お早いお戻りお待ちしております。お前らのアイドル、結婚しちゃったぞ。でも彼女には心に決めた相手がいるって噂になってるんですよ。はぁ、こういった切ないですね。あー、かわいい人や。そろそろ姿見せておくれ。どうしたっけ。
お待たせ。やっと見つけましたよ。もううっかりしてて恥ずかしい。では、小次郎さんによろしく伝えてください。あなたも気をつけてくださいね。小包み。なんでピューピューキューのテレさんに対して、ノコジロの、ノコジロのお届け物がピューピューキューのテレさんに届いたのか？仲介役なのかな？なんだろう？っていうか、あのテレサって、ファイヤーフラワー選択したら、振られるのかな？気になるよね。はい、持ってきたよ。おお、さすがアマリオさんじゃん。これが、レイの小包みか、手紙でもらってから楽しみでの、あんたらがいなくなってから、じっくり開けとしようぞい。はい。なんでしょう。噂に聞いたんじゃが、ヤシの実というような大層うまいと聞いての、どうしても食べなくなったんで持ってきてほしいんじゃ。いかも早く行ってきてくれ、頼むぞい。ヤシの実預けてなかったっけ？一応見てくるか。ヤシの実。あったあったあった。おい。ほら、持ってきたよ。おい。なんだか硬そうじゃの。まあ、後で食べるとしようかな。俺といてはなんじゃが。実際ヤシの実ってどうなんだろうね。ちょうどよかった。食ったことねえからな、ヤシの実。古い砂漠の王国であるアラビニ王国で作られたという赤い粒が欲しいんじゃ。わしが調べたところによると、カラカラタンにあるお店での買い物に秘密があるようなんじゃ。まずはボロボロハンマーを買う。次にカラカラパスタを買って、もう一度ボロボロハンマーを買う。それからもう一つ何を買うか忘れてしまったぞい。あとは何とかしてくれ。一刻も早く行ってきてくれ。え、待って、ボロボロハンマー、カラカラパスタ、ボロボロハンマー。まあでも大体なんかしなびたキノコじゃねって思うけどな。待ってよ。1,2,3,4,5,6。ちょ、ロイヤルゼリー一回預ける。預けに来た。これは預けとくわ。間違って使ったら困るしな。捨てたりとかしても困るしな。買う。はい。その順番で買うのは、ご先祖様の遺言にあった秘密のサインだ。遺言に従って、あんたにはこれを渡さなきゃならない。さあ、受け取るといい。赤い壺をもらった。コレクターなら欲しがるかもしれない。その順番でアイテムを買うのって。なんでノコジロそんなことしてんだろうな、もし。下水道で喋らない癖ができてしまった。なんかカットするから。なんじゃ小汚い壺じゃの。まあわしのコレクションに入れておいてやろうぞよ。クソ失礼だな。特別ボーナス。いい天気じゃの。今はこうやって頼み事はない。そっか。久々にクリムラに来たよ。あ、まだあれかな。ああ、ハテナムシ。へい。問題です。木のポン。11問でーす。ぼちぼちキャシーの料理もな、イベントな、26だもんな、まだ。
母ちゃんがさ、ずっと本ばっか読んでて遊んでくれないの。すごく面白い本なんだって。うちの母ちゃんも読んでたよ。ゴンベイさんっていう人が書いた本なんだって。すごく面白いけど、子供の読む本じゃないと見せてくれないの。大人の読む本なんてつまんないよね。まあ多分、小説とかは多分まだ読まないもんな、このくらいの気持ちじゃ。お星様たちは、キノコワールドに住むみんなの願い事を聞いてくれていたんですね。いい願い事だけ叶えるって聞きましたが、いい願い事ってどういうものなんでしょう。わからないな。いいの基準かな。うちの姉さんたらコインの使い道に困ってるの。何か人のためになるようなことに使えばいいと思うんだけど。マリオさん、コインをたくさん集めておられますの？私もたくさんのコインを持っているんですけど、使い道に困っているんですよね。何かいい使い道はないかしらね。町の土管の中には何かがいるっていう人がたくさんいるけど、僕は信じませんよ。だってほら、本当にいたら怖いでしょ。マリオ、お兄ちゃんのことよろしくお願いします。なんだよ、クリコ、生意気だぞ。いいだ。マリオさんがお留守の間もルイージさんがいてくれるので安心していられます。二人もヒーローがいれば何の心配もありませんからね。ルイージさんはマリオさんがずっとお留守なんて、ちょっぴり寂しいみたいですよ。時々会いに行ってあげてください。ルイージさんは本当にマリオさんと一緒に、ルイージさんは本当はマリオさんと一緒に冒険をしたいんじゃないかな。それがマリオ&ルイージ RPG になるなら。毎日同じところを散歩していて飽きないのかってよく尋ねられるわ。だけどちょっとも飽きないの。だって毎日少しずつ何かが変わっているんだもの。そういうもんなのかな。たまには帰っていらっしゃい。おじいちゃんたちも心配してるから顔を見せてあげてね。ようこそ港へいらっしゃい。前はここでこうしていると流れ星を見ることができたんですよ。でも今はダメ。お星様たちはどこへ行ったのやら。世界中の魚を釣るのが願いなんだよ。このクジラ、最初は弱っていたけど、今ではすっかり元気ですね。こんなに大きいとちょっと怖いけど、見られるととても可愛くって、ほっとけない気持ちになるんですよね。いらっしゃいませ。この頃、クジラを見に来る人が増えてるんですよ。お店に来る人も増えてます。嬉しいことですね。お星様ほどじゃないんですが、みんなが願っていることを私は結構しているんですよ。ここに来ると誰でもおしゃべりになりますからね。今までずっといろんな人が願い事の話を聞いてきたもんですよ。うん、それに下田姫の歌は本当にここに染みますね。やあ、マリオさん、フラワーランド行ったんですってね。僕は行ったことないんですけど、事前のこの小村に行き、長老の六次郎さんが若い頃フラワーランド行った時のことを話してくれたことがあるんです。なんでも、コボックっていう大きな木が枯れそうになって困っているところを助けてあげたんですって。それ以外にも、六次郎さん、いろんなところへ行ったことを話してくれたんです。なんでも、六次郎さんって若い頃は有名な冒険家だったらしいんですよ。チャールズさんが探検家になったのも六次郎さんの影響があったからなのかな。お星様たちの国はどんなところなんだろう。キノコタウンとは全然違うのかな。星の彼方に行ってみたいな。クジラ、ケムシ、ケムケム。今度生まれ変わるとしたら魚になるのが願いだっけ。そして嫌ってほど釣り人をからかってやるべ。釣り上げられて食われるまでがセットになってそうやな。アカリンとケムケム。星のかけらが見えます。ポカポカロードを歩いていって、三つの青い渦巻きのキャンディー川に囲まれたところ、クルリンジャンプでくるんと回るって不思議な床が見つかります。ポカポカロードにクルリンジャンプあるんやな。はい、バッチ。ハートスイートオールのバッチが見えます。星の苦労からの占い館、集めるの話が出るってことは多分バッチあれだな。まあじゃあポカポカロードの星のかけらだけ取って、録画の時間いい感じだからあれだな、一回切り上げるか。
イエーイ。これちょっとさ、ノコブラストイでも見てくるか。ここもあるんだ。あったわ。意外とありそうだ。なかったわ。さてじゃあ、ぼちぼち行きますか。例の場所へ。あ、もう音が。じゃあ、うわー、待って待って待って。スーパーブロックだ。これはね、パレットにします。はい、よし。土管があるだけの小さな部屋だね。この土管って意味ありげだよね。本当に。地下道が凍りついている。寒いと思っていたんだよね。早くあったかいところに行きたいよ。ガチガチに凍ってるな。土管破裂するやろな。まあじゃあこれを超えたらあれなんで、行きましょうね。最果ての地へ。